さあ、ヨッシークラウド、はい、キサピカチュウですね。はいはいはい、はい、佐賀は順次に順次お送りしていく感じですかね、はい、先ほどとは違って、ヨッシー選手はクラウドに変えてですね、クラウドの時カムイではなくという感じですね、はい、ちょっと敗者側に落ちてしまってやっぱりやめようみたいな感じですね。じゃあ、アテルファイター今度は変えてみるかみたいな、はいはい、さあ、下今日転倒からの掴みが確定して、うーん、これが苦しそう。しかも外出されてジャンプあるのか、ありましたね、ありました。まあクラウド先ほどっていうか僕が使ってて思うのは、相当ジャンプを大事にしないとこの序盤は苦しいと、はい、なんでなん、ああいう風にね、はい、コンボを入れられても最速回避をするぐらいにとどまって、はい、ジャンプを消費してねステージに戻ってこようとしちゃうと、もうそのまま穴が引っかかっていきりになるんで、はい、ああいったコンボは、まあ、甘んじて受けようみたいな感じなんでしょうね、おそらく。なるほど。さあ後ろ投げ狙ってきましたね。引っかかったら怪しいやつですね、まあ、15秒の制約があるので、はいはい、制約と制約があるので狙ってきましたね、はい、なるほど。さあ空中後ろ外出ていく、空中前引っ掛けた、よくコード見てました、はい、でか引っかかった、うん、読み合い、うん、つかみが取らない、お互い綺麗に消費行動が合わさって、うん、つかみの塩梅が完璧ですね、うん、うわっ、見えてる回避上がりは許さない。まあ北選手ね、先ほどから回避上がり見せていたんで、はい、なんていうんですかね、考えの一つとして吉井選手にあったんでしょう。なるほど。それにしても反応したのはお見事と言わざるを得ない。掴んでいる、うん、画面よく見ている。リミットを貯めて空中前に振らせているが硬いですね。まあ、ダッシュで食らわなきゃいいということで、はい、シールドガン突破という感じでしょうか。散々食らったダッシュ A ですからね、うん、もう警戒しまくりでしょうね、はい、これは受けている、読みが完璧制しましたね。耐えて移動回避じゃなくてその場空中回避をすることによって着手硬直も軽減するっていう、はい、ケアも完璧な行動ですね。そうですね、読み合いに勝ちつつ次の展開まで見据えていると。うん、空中後ろに対してシールドしても何もない、かなり苦しい状況が続きません。シールドの販売が完璧ですね。いや、うまい、はい、あそこまでシールド張られちゃうとダッシュへ振れねえよということで、はいはい、いやー、大トンデレープ、うまい、どこ強ですか、そこで。なるほど、ね、前管理が素晴らしい。あー、やっとダッシュへ通せました、執念のダッシュへ、はい、なんとか追いついてきてるぞ。まだまだね、追撃があるので、はい、この最初の一撃かなり大事ですね。コンボで追撃まで持ってきるので、後ろ投げ、ここ怖かった。いやー、あー、でも今さすがに道連れしても必要ないか。そうですね、あ、ないですか、ね、ないですね。今作のクラウドの内容はあのクロムほど強くないんで。あ、なるほど。なんか今作なんかあのメテオをやると実際の撃墜ラインより、はいはい、メテオの方が早く撃墜してしまうっていう、うん、上に上がってくるんですよね、撃墜ラインが、はい、もし硬直が長ければ怪しいんじゃないかなって思ってしまったんですが、そういうわけではない。さすがにあの位置だったらない、はい、空中後ろ通して投げている、うん、リレーですね、はい、我慢して完全にリターン取った。うわ、飛んだところ掴んでいる。あれはシールド固めるわダッシュ怖いですもん。まずダッシュ撃墜じゃないかなっていうところはあるんですが、怖いですね、浮かされてしまうだけで結構クラウド的にはバカ。あー、うますぎ、完璧、対空、うん、
うまいっすね。昔ね、あの耐久イエスマ結構触れるんで、クラウドは。はいはい。前作も、なんかシークのナタとかには合わせてたりしたんですけど、この作は特にね、ウエスマッシュ。あの信頼できます。空中上よりリターンが高いので、はい、なるほど。狙っていける技。今作っていうか、前作は、あの、はい、空中上を当てることの方がリターンが高かったんで、ね、もう一回空中上は当たりますからね。はい、そうそう。だったんですけど、はい、今作はね、リターン重視ということで、ウエスマッシュ、十分使っていける技なんじゃないかなと。なるほど。思います。思いますか。はい。はい、さあ、リベンジに一歩近づきましたね。はい。さあ、もう一回終点ですね。やはりこれはファイター変更が生きている感じでしょうか。そうでしょうね。結構吉井選手配信台来てクラウドになった瞬間生き生きしてます。生き生きしてますね、はい、かなり生き生きしてますが、まあ、使い込みっていうのもあったのかな。あ、前作からの使い込みとか知識とか、うん、本作でも使い込み、はい、おそらくあのカムイを前から使ってたわけではないと思うんで、前からっつっても、まあ、まあ、このゲーム発売して20日ぐらいなんで、あ、まあそうですね、はい、まあ、前作ではそれなりに使ってたと思うんですけど、あの前作とは全然違いますね。今作のクラウドは前から結構触ってたんで、前からっつっても、まあ、発売日から数えてるんですけど、はい、でも結構クラウド激キャラじゃないですか。技の構成は一緒なんですけど、あ、いや、あの今作のクラウドっていう意味で、あ、なるほど、はい、はい、Wii U のクラウドではなく、そう、はい、今作のクラウドを結構吉田氏触っていたので、なるほど、ここでのね使い込みとか、あとはキャラ対ですよね、ピカチュウに対しての前管理とかが結構生きてるんじゃないかなと、はいはい、なるほど、うん、さあ空中への高速をしっかり取っていって、空対空完璧、空前で暴れていく、どうする、空中後ろ、怖え、空中後ろブンブン振ってますね。ああ、上スマッシュ空振ったところしっかり見ている、うん、空中ネットル浮かせて空中前、リミットが溜まった、うますぎる、持続長い技を合わせましたね。雷本体当てを狙っていくが、前、うん、分かっていた、置いてますね、上スマッシュ、タッチ狩り継続、おお、なるほど、うわ、うますぎる、今のはうまいな、完璧ですね、やばい、で復帰ルートを制限してからの、コード見て横強で、はい、もう普通に雷食らった方がいいんじゃないかっていう、ありましたね、はい、ありましたね、今判断難しいな。さあ着地、火力を稼いで 38%、 うーん、しっかりとシールドキャンセル、ウェビーリターンちゃんと取ってきますね、こういう場面でしっかりガーチャンしますね、空中後ろに合わせて横強ということで、シールドのタイミングがずれてちょっと厄介なんですが、シールド固めてましたね、ウエスマッシュ、着地してからだとね、はい、結構空中前でピカチュウがちょっかいかけたいんで浮きがちなんですけど、はい、それを読んでのウエスマッシュ付き合いませんでした。いやー怖い、なるほどね、地上に1回戻ってから崖外に逃げると、なるほど、結構有効ですね、あの15秒しかリミットが持たないんで、そこで冷静な判断できるのすごいですよね、うん、普通付き合っちゃったりとか、なんかライン無理やり回復しようとしたりとか、そうそうそう、ところなんですね、はい、付き合わない、いや空中勝勝てー、このリッサ、はい、横強、いや硬い空中後ろ、剣ブンブンしてますね、さあ次前下に壁切り差し返し、そのまま攻撃に転じる、うますぎる、ラインも詰められますね、さあ外出して、読み合いでしたね、さあリミットが切れてしまった、うまい、うまい、ちゃんとリターン取りますね、あー、うますぎる、さらに展開も作ってましたか、お見事、お見事ですね、上必殺技で結構いい位置に飛ぶんですね相手が、うん、あの位置ってあの、はい、回避するっていうか、なんて言うんでしょう、ジャンプ割とね使いたくなる位置だと思うんですよね、そうですね、上から帰りたいとか、クラウドが追いきれなくなるだろうなっていう考えで、あのジャンプしたくなるところなんですけど、ジャンプすると空港が待ち構えてるし、はい、そうですね、
やあれ難しいところですよね。